はい、今回見せていただいてますピアノがガーシュウィンの、ナンバー130という機種になりますね。かなり高級な、部品を使っているようで、ハンマーもね良さそうですし、なかなか作りはしっかりしておりますね。ただちょっと長く、調律もされてないようで、ちょっとカビがね、生えたりとかしておりますし、ちょっとね、でちょっと弦もね錆びかかっておりますね。はい、あとこの鍵盤の横緩もちょっと微妙に、ちょっとねこれ、まあ、ピアノ動かす機械であれば、まあ、うちの工房とかに運んでこういうね、鍵盤の下のクッションになる部分とかがちょっとだいぶへたってきてるような感じですね。あとここは大事、ブライドルテープはちょっとやっぱりこうパリッとね割れるところがありますので、これも雑音の音に元になりますので、この辺も変えといた方がいいのかなっていう部分ですね。このプロになるとほらもう素人じゃもう全然わからんですわ。わからんです全然。これは新品の時にこれ買わはったんで、だいぶ古い時ですね。かなりちょっと古そうな感じはしますけども、まだ50年は経ってないですね。そうですね。はい。なのでまあ弦交換をするかどうかというところもちょっとまあ微妙なところではありますけども、ちょっとこの製造番号からね年式の方も調べてみようかなと思いますね。はい、ただ音がねすごくいいですのでね、しっかりした音が出ているので、音はね、きっちり直せば、かなりいいピアノになるんじゃないかなという感じはしますね。今もうこのピアノ気に入って、ああそうですね。ピアノ、はい。はい、では、ちょっと外装の方も取り付けてみたいと思います。はい、外装の方取り付けてみました。傷がね、ところどころあるということですけども、鍵がね、どこ行っちゃってね、ないんです。そうなんですね。はい、よいしょ、まあ、この辺も塗装剥がしてね、こうきっちりすれば綺麗になるかなというところですけど、まあ磨いてもある程度こうピカッと光ってね、すると思いますけどね。いや、しょっちゅう磨いてましたもん、ね、ガーシュウィンのマークとかね。もうペダルもこれね、分解して機械で磨けば顔が映るぐらいまで綺麗にできるんじゃないかなと思いますね。ほったらかしてあったから、今日泡立てた。あとこのね、ピアノのキャスターのね、下に耐震用の、ゴムのお皿とか、そういうのもいいのが出てますので、そんなのね、もう全然ないからね。ね、このままでちょっと運んでる最中危ないので、その辺もまあご提案させていただこうかなと思いますね。ちゃんと相談させてください。はい、あと鍵盤の小口もちょっと色がね、変わってきてるの で、ね、この辺もちょっと交換させてもらったらね、いいかなと思いますね。椅子はどうですかね、これちゃんと。椅子はもうこの椅子はダメです。あ、ちょっとなんか、いや、これちょっとダメですね、割れてますもんね。あかんね、割れてんねん。だから、はいはい、ええなあけんけどね、それもう一つの椅子、もう一つ椅子があって、あ、あるんですか。それ娘のところに行ってるから。あ、行ってるんです。はい、じゃ椅子は大丈夫ということですね。まあ、どうするか、それもまあ椅子は大丈夫ですわ。はい、わかりました。まあ、連敗ともうちょっといるわな。はい、ちょっといろんなパターンで見積もりさせていただきますので、はい、はい、じゃあまた動画で送らせていただこうと思います。